清水川明雄は、主に1950年代に活躍した大相撲力士である。兵庫県明石市出身、本名は、北浦光夫。最高位は、東小結。引退後は、年寄り、間垣として日本相撲協会に残った。身長176センチメートル、体重115キログラム。特異種は、左四つ、上手投げ。14歳の時に、 各界入りし、1940年5月場所において、元大関、清水川本吉が率いたおいて風部屋から、初土俵を踏んだ。幕下時代に平役に復したが期間後1947年6月場所で十両、昇進、わずか1場所で十両を通過して1947年、11月場所で新入幕を果たした。1 9五十年九月場所では優勝した横綱。 寺四国から金星を奪い、翌1951年1月場所では小結びに昇進した。1953年3月場所では、横綱、東、富士、千代の山、大関、吉羽山を破るなど11勝を挙げ、主君章を受賞。四股の美しさは、天下一品と言われ、両足を手の支えなしで一直線に伸ばした姿は、模範として長く研究された。 また首相譲りの上、手投げも鋭く、幕内の人気力士として活躍した。しかし、同系統の部屋がないおいて風部屋は、当時の系統別相当たり制の時代には、対戦相手の面で不利であったことが関脇昇進を阻んだという意見が、現役時代から上がっていた。しかしその条件の下でとで1958年、9月場所での現役引退まで10年以上にわたって、幕内を維持し、 重量に落ちなかったことはその実力を示している。最後に小結を務めた同年、1月場所では7勝8敗と惜しくも負け越したが、鏡里、吉羽山の両横綱を倒し、二人の引退の遠因ともなった。引退後は年寄り、間垣きを襲名、一時期は間垣き部屋を経営したが関取を出すことも叶わず部屋を閉じて伊勢ヶ浜部屋所属の年寄りとなった。 頭脳面積で取り口の分析、解説がうまく、相撲解説や評論は好評だった。1977年には51歳で、審判委員に抜擢されるも、体調不良で2位場所しか務められなかった。その後平良年よりで1979年初場所中に、木戸バの際倒れ入院。1979年2月5日、観光編のため、東京都狛井市内の病院で生去。 53歳没、ありがとうございます。